はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はですね、やっとユニバのカチューシャを使ったルックブックを撮りました。前回ね、ディズニールックブックを撮った時にユニバ編もやってくださいっていう声をね、すごくたくさんいただいていたので、今回撮ることにしました。夏ということで、夏のユニバコーデなんですけれども、やっぱりユニバといったらパーク内もね、海外系のイメージがあったので、海外風の夏コーデを作りました。全部で12コーデあるので、よかったらぜひ最後までご覧ください。まず1コーデ目がこちらのクッキーモンスターのカチューシャを使ったコーディネートになります。さっき言ったみたいにユニバっていうと、やっぱりこう海外のね、アメリカとかそういうイメージがすごく強かったので、なんかそっち系のちょっとカジュアルっぽいような古着テイストな感じのコーディネートを組んでみました。やっぱりクッキーモンスターがね、青いっていうことで、デニムとかともすごく相性がいいので、こういう感じでデニムオンデニムで着てあげても可愛いかなと思います。やっぱり夏なので、こういうベストとかと合わせればデニムオンデニムコーデできるので、今回はこんな感じで作りました。では次、2コーデ目、こんな感じでございます。まあ、これもね、さっきのコーデと結構似てたりするんですけど、もう本当にシンプルな白 D× デニムっていう夏の鉄板コーデ、海外の鉄板コーデを作ってみました。このクッキーモンスターのカチューシャがなんか走ってるけどクッキーモンスターのカチューシャがすごくこう目が大きかったりとかでインパクトもあったので、なんかこのぐらい服装はシンプルでも可愛いかなと思って、まあ、今回はね、一人で撮ってるんですけど、友達とかとね、こうデニムに白 T で合わせていったりしても可愛いんじゃないかなと思います。じゃあ続いては、このスヌーピーのカチューシャを使ったコーディネートでございます。まあ、スヌーピーはね、白黒モノトーンな感じだと思うので、今回夏っぽくオールホワイトコーデを作りました。まあ、ただこのバッグとかでちょっとキラキラなものを持ったりとかしてポイントにしてあげたりとか、あとは今年流行りのローライズのデニムを持ってきてあげて、ちょっとトレンドのね、意識してコーディネートを組んでおります。今回結構ね、タンクトップとかキャミソールとかっていうスタイルが多いんですけど、やっぱり夏だし、ユニバとかね、こういうテーマパークの時ってなんかこう普段ちょっと恥ずかしいかもっていう格好でも全然なんか、なんていうんだろう、できちゃったりする気がするので、まあ、こういう時は思い切ってちょっと肌を多めに露出とかしてあげても可愛いかなと思います。4コーデ目、こんな感じでございます。やっぱりスヌーピーってなると私結構モノトーンコーデをしたくなっちゃうんですけど、さっきはオールホワイトだったので、まあ、今回はブラックもね、ちょっと多めに使ってあげて、さっきよりもよりこう締まった印象のコーディネートかなと思います。この新聞紙モチーフのトップスがこうベアトップになっていて、ちょっとこうセクシーな印象が出すぎちゃうかなと思うので、パンツとかでこうゆったりとしたもので、ちょっとメンズライクなものとか持ってきてあげると、うまくバランスが取れて可愛いかなと思います。足元はポインテッドトゥーになったサンダルを持ってきてあげて、そこでもより女性らしさを出してみました。はい、ということで続いてこちらの恐竜のカチューシャでございます。このカチューシャね、可愛いですよね。私もすごい気に入ってるんですけど、今回はこのミニワンピを合わせてみました。やっぱり夏っていうと、私こういうミニワンピとかに、足元ちょっとね、今回マーチン合わせてるんですけど、こういったボリュームのあるシューズを持ってくるのがすごく好きで、でね、このマーチンもね、シルエットを使ってるんですけど、このかすかに見える恐竜の口の赤いところと統一感を出すために、今回はチリーレッドのマーチンを合わせました。もちろんね、ブラックのマーチンとかでも可愛いと思うし、ホワイトとかでも可愛いと思います。続いてもこの恐竜を使ったコーデなんですけど、これはもうジュラシックパークっぽい、ちょっとなんか冒険家のような、ちょっとウエスタンな感じのコーディネートを組んでみました。このベストはね、古着なんですけど、すごくぴったりなアイテムだなと思って、今回こちらを使用しております。色味とかもこの恐竜に合わせて、カーキのパンツだったりとかブラック系を持ってきて、ちょっとメンズライクな感じの色味ではあるんですけど、まあ、肌見せをすることで女性らしさもね、出るかなと思います。じゃあ続いてこちらのグリッターのティムカチューシャでございます。このカチューシャね、ちょっと可愛い印象になりがちかなと思ったので、ブラックを合わせてちょっとクールな印象を作ってみました。やっぱり海外の夏コーデって、こうキャミにデニムみたいなスタイルがすごく多くて、シンプルなんだけどすごく可愛いし、雰囲気が出るかなと思って
今回こういったコーデをね組んでみたんですけど、やっぱりこのカチューシャがブラウンなのでベルトをねこのブラウンに合わせて白っぽい感じで使っております。全体的にタイトな印象なので足元はマーチンを合わせてちょっとボリュームアップしてバランスをとっております。では続いてもこちらのピムを使ったコーデなんですけれども、さっきとはまた印象がガラッと変わって、こっちは綺麗めな感じで、まあトーンが明るいベージュっぽい感じの色を使ってるんですけど、やっぱりこのカチューシャがキラキラしていることでシンプルすぎないし、このスーツのセットアップっていうのもすごくトレンドなアイテムになっているので、とっても今年らしかったりとか、簡単におしゃれにコーディネートが組めるので、こういったアイテムもねすごくおすすめでございます。では続いてオスカーを使っていきたいと思います。まあ、オスカーって調べたらゴミ箱をかぶってるキャラクターだったので、この洋服の色味を、まあ、それをイメージしたグレーを主に使ったコーディネートを組んでみました。まあ、ただせっかくのユニバだし、ちょっとグレーだけだとなんか味気ないなと思ったので、このキラキラのバッグとかを持ってあげて、これをねポイントにして合わせております。やっぱりカチューシャがねすごく引き立って可愛いですよね。このコーデ私結構お気に入りです。では続いてオスカー2コーデ目なんですけれども、このセットアップね最近買ったベルシカのやつなんですけど、今季の夏ねこういうクロシアミがすごく気になってて、結構いろんなブランドでも出てるんですけど、割と海外でも着てる方が多かったりとかして、とても注目してるアイテムなんですが、このセットアップがすごいぴったりだなと思って、色味がもうマジで合いすぎてるので速攻これにしましたね。やっぱりこういうのもねちょっと街中で着ると派手すぎてあんまり着れないなっていう印象がねあるかなと思うんですけど、こういったユニバとかでね着てあげるとより可愛くなるかなと思って、こちらのコーデを選びました。では続いてこのパイレーツのねスヌーピーを使ったコーディネートを組んでみました。スヌーピーのカラーがねブルーになっててすごい可愛いんですけど、まあ、このブルーがポイントなので、パンツにブルーのパンツを持ってきて、で上のトップスはブルーにとっても合うブラウンのキャミソールを合わせております。このキャミソールもね実はキラキラとしてて、日に当たるとキラッとしてね可愛かったりとか、あとこのバッグもね何回か登場してるんですけど、やっぱりキラキラで可愛いので、こういったポイントのある小物とかを合わせてあげてもテーマパークっぽいコーディネートが完成するかなと思います。足元は歩きやすいスニーカーを合わせました。では続いてラストのコーディネートでございます。またねこのパイレーツスヌーピーを使っていくんですけれども、まあ、パイレーツということでちょっとこうなんていうのかな、ドクロとかかっこいいエッジの効いたようなカチューシャなので、このトップすごい合うかなと思ってこれを合わせました。でねちょっと似たような感じになってしまったんですけれども、パンツはブルーのパンツを持ってきてこのカチューシャの色味と合わせてます。で小物はブラックでね統一させてよりかっこいい印象に作り上げてみました。はい、ということでこんな感じで、今回はね私が持ってるカチューシャだったので、今もないやつとかもあるとは思うんですけれども、ユニバ行く予定がある方もない方も参考にしていただけたら嬉しいです。ではバイバーイ。